どうも皆さん、お世話になっております。大熊でございます。今回は、3連休イベントね、東京都の沼袋、レゼルボアールさんの地下1階でね、3日間ずっとね、イベントがあったんですが、まあどれもね、全部、主催の方が違ったり、出店するね、お店さんが違ったりして、すごい、大盛況で楽しいイベントになりましたというかね、僕はね、2日目にちょっとね、整体持ってって出店させてもらったんですけど、ね、3日間全部、遊びに行ってね、しっかり、3日間楽しませてもらいました。で、まあ、そこのね、3日間のイベント、まあ、全部行ったんで、そこでね、お迎えした子はね、まあ、いっぱいたくさんいるんで、まあ、その子たちと、あとね、購入したグッズもね、たくさん販売してたので、それでね、紹介していこうかなと思います。で、まずは、ノベルティみたいな感じで、ね、たくさんステッカーをね、いただきました。はい、今回ね、西アフの1日目のね、西アフのイベントの主催のアフマニアさんのね、ステッカーですけど、すごい可愛いステッカーいただきまして、リンクも貼っとくんで、まあね、可愛い西アフ、たくさんね、販売されて、もうね、まあ自家販で、ほぼ自家販でね、販売されてるのでチェックしてみてください。はい、で2枚目のステッカーはバイオレット BP さんのねステッカーですね。めちゃめちゃ可愛いボールバイソンのステッカーです。で我らがねギークスさんのステッカーなんかめちゃめちゃもらいました。すごいですね。なんかめっちゃステッカーの種類とビビりましたね。ちょっとね見習いたいと思います。でね、このギークスさんね、12月の22日に、ランページっていうね、ボールパイソンのイベントね、またやるらしいので、でそこでね、今年の自家販の個体を、まあ、一斉に出すっていうね、言ってたんで、またね、すごいね、熱いイベントになるんじゃないかなということで、もうすごいね、かっこいいロゴの、そうですね、ランページって書いてあるんですけど、はい、皆さんぜひ、ね、まだもうちょっとね、先になると思うんですけど、まあね、12月なんでね、すぐなんで、はい、チェックしてみてください。まあ、リンクもね、また概要欄に貼っておきたいと思いますので。で次は、じゃん。もうね、めちゃくちゃ可愛いね、缶バッジ、この、肉塊さんの、今夜は焼肉さんのね、可愛い缶バッジと、あとなんかね、ポーチ、ヘルメット月光の、めっちゃ可愛いね。この顔がたまんないですよね。あとは、またね、缶バッジと、あと可愛いね、ベビアフちゃんの、おむち履いてるね、ベビアフちゃんの、なんかアクリルスタンドかな。まあ、これね、このまま自立するんですけど、すごい可愛い。すっごいちっちゃいので、買わせていただきました。で、まぁ、今回は、ね、3日間行ったということで、整体もね、お迎えさせてもらいまして、まずは、ヨーパスで、もうね、3日間あったということで、飼育環境の方に移しているんですけど、まあ、いつものね、アフガニクスちゃんですね。アフガニクスちゃん。ね、を、まあ、ペアでね、男の子と女の子もね、フルアダルトの直線力サイズをね、お迎えさせていただきました。もうね、こっちは、さっきのが男の子で、こっちが女の子ですね。もうね、今年から、活躍してもらおうかなと思います。すっごいピグメントはとってもね細かくてかっこいいんで、今年もアフガニクスよろしくお願いします。で、まあヤモリつながりで、もうこっちもね飼育環境入っちゃってるんですけど、西アフリカトカゲモルキのオレオですね。オレオ、まあヘテロで、ゴーストズルーかな。オレオヘテロゴーストズルーの女の子ね、まあ、まだ生まれて、まあ、多分3ヶ月とかそこらぐらいの女の子をお迎えさせてもらいました。まだね、ベビーベビーのサイズなんで、はい、頑張って大きくしてあげようかなと思います。まあ、ここからね、ちょっと西アフも少しだけですけど、時間半やっていきたいと思います。で、整体最後が、じゃん、またでっけえ紙袋入ってるんですけど、はい、こちらギークさんの整体ですね。はい、すごい封印されてます。封印されてるんですけど、はい、ボールパイソンですね。もういつものボールパイソンです。はい、ということで、またね、ちょっとね、渋い子を
お迎えさせてもらいまして、顔がね、可愛い、顔がね、すごいかっこいいんですよね、この子思いますね、すごいかっこいいです、ね、はい、この子がね、ブラックヘッドモハベ、ブラックヘッドモハベヘテロパイの男の子ですね。最近、最近って言っても最近でもないかね、まあブラックヘッドのストラスパステルブラックヘッドのお迎えしましたけど、またちょっとね、ブラックヘッドが増えちゃいました。でね、初モハベですね、うちは。で、まあうちにスーパー GHI ヘテロパイの子がいるんで、まあその子の旦那さんにということで、まあ、ブラックヘッド、GHI モハベ、パイですね。まあ絶対繁殖してもかっこよくなるんでね。まあ、この子自身でもね、ちょっと一目惚れしたっていうのもあったんですけど、まあ一昨年だか、ね、去年ぐらいの生まれの子で、まあそんぐらいのね、生まれの子なんで、もうね、サイズは結構ありますね。まあ今年はね、まだ出てないって言ってたんで、ね、年末のイベントね、すごい楽しみです。はい、ということで、こんな感じで、今回は4匹ね、お迎えさせてもらいました。なんかもうね、まあ、ブリーダーだってからっていうか、業を取ってからっていうか、これからね、ちょっとなんか、また本格的に繁殖やっていきたいので、すごいね、最近、ね、いっぱい、お迎えすることがね、さらに多くなって、まあそんな感じでね、まあ繁殖、まあ大体ね、ちょっと親にしたいなってこう、お迎えさせてもらったんですけど、まあこっから今年出る子だったり、まあまたね、来年から活躍してくれる子だったりね、いると思うんで、またね、繁殖の方は動画はどんどん上げていこうと思うんで、まあ、繁殖して、またイベントにね、出展して、まあ、皆さんのね、元に、もう僕好みの子をお届けできればなと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。